2019年の4月15日、フランスのすごく、まあ、人気な場所で火事起こってしまったですね。ノートルダムドパリ、そのカテドラルですね。思えてしまった。もう世界はね、もうその日みんなニュース見て、そのビデオ見て、そのフランスのノートルダム、すごいアイコンになってるようなところでもう燃えて、もうフランスの文化、そのフランスの歴史、そのフランスの精神、もうちょっと燃えてしまった。目の前に。けど、5年半後に、まさかなリノベーションをできて、で、もう一回、ノートルダムを、その、再オープンできました。前よりって言えないけど、もう一回を、もう素敵な感じをオープンできた。綺麗なノートルダムをできました。燃えた時、本当にもう、無理んだよと思ってたけど、頑張った。消防士の頑張りと、その後、リノベーションのところの頑張りで戻れた。で、ノートルダムは、その、まあ、なんていう、ただ建物じゃなくて、フランス人の、まあ、人間の精神、あとその決意と団結についてのものと思うんですよ。歴史の中で結構その、まあ、作るだけも大変だったし、そのもういろんなものをフランスの文化の中で、そのヨーロッパの中での関係してるようなものたくさんは関係してるようなところで、完全に燃えてたらだいぶ大変なこと、だいぶ悲しいなことになったと。どうも、京都のフランス人のチャンネルようこそ。今日はやっぱり今リオープンしてる、ノートルダムのちょっとビデオを一緒に見て、何があった、誰が言ってたと、まあ、どんな感じを、まあ、出した一緒にちょっとみんな見たいと思います。もう最後までみんな見てくれてたら嬉しいと、その登録できたらを助かります。ありがとうございます。お願いします。フランスはフランスのノートルダムは1163年のできたものなんで、もうすごい100年ギリね、その100年になっていくんで、もうすぐ。もうすごいと思うね、もう100年前に。自分はすごい、もう そこら辺すごく当たるけど、100年前に、こんなにその今のテクノロジー、その今のあるものをなくても、こんな綺麗な、こんなでかい、こんな素晴らしいなものをできたの前の人間たちを、すごいねっていうめっちゃ思ってます。王様の戴冠式から、ワールドワー2までのもうたくさんイベントあって、大聖堂はそのゴシック建築の傑作であり、フライングバトレス精巧なステンドグラスの窓、ステンドグラス窓、有名なガーゴイル、ガーゴイルね、などの革新的な要素が特徴ですね。やっぱり自分もそのフランス人として、その子供の時、そのガーグイやね、もう一番もう人気になってて、あとまあいろんな音楽とかいろんな絵とか、そのアニメとかもあったりですね、そのナトルダムについて、カジモドとか。で、まあ、京都の金閣寺みたいですね。金閣寺もね、その火事で、そのリノベーションして、もう一回素敵さを出したと思うけど、まあ、ノートルダムも多分一緒なことになってですね。ちょっとビデオ見ましょうか、一緒に。ああ、オッケー。おお。マクロンと一緒に入ったか。トランプも来てたですね。もう本当にもういろんな人、ゼレンスキーも来た、ウィリアム・プリンス、エロン・マスク。やっぱりその、あれ、消防士やね。やっぱりその、頑張ってみんな、消防士とその、レノベーション。エレクトリシアン、フォレスティエ、パーケター、コーヴァー、タイヤー、カリエ、スクルトゥー、ヒストリアン、レストラトゥー、スクルトゥー、ゼドペンテュー、メトゥー、ヴェリエ、エタンドメティエンコー。もういろんなフィールドの人は、まあ、頑張って一緒にみんな力を合わせて、そのもうちゃんとするなリノベーションをできるようにはしたけど、パップ・フランソワは来なかったけど、その作った手紙を、読んだみたいですね。シャフダル・パリス・エル・フランス・サン・デメール・ノトル・ペル・ド・シェル・アビット・エヴォトル・ヴォザネット・レ・ピエル・ヴィヴァント・すごい、あれ。やっぱり多分これ一番すごいと思う。その、やっぱりノートルダムのオルガンは、その、もうすっごい大きいと、その、難しいなオルクだったんで、オルガンだったんで、その、8000パイプ
もうあったですね、全体で。で、燃えたところもたくさんあったから、でもそのレノベーションの中で一番難しかったらしいですよ。まあ、とその宗教のあれ、いろんなセレモニア、ルールは全然普通だけど、全然私わかんない。そこらへん。Les cloches de la cathédrale. De Macron, Utah, et Notre-Dame, son attachati non morosa, d'enquête, そして克服する能力を思い出させてくれる。私たち弱いものけど、頑張って一緒に頑張ってたら何でもできるっていう、ありえないこともできるみたいのを、まあ、言ってて。で、なんか大司教のそのエントランスのドア開けのためにそのノックしてたりして、棒で、棒って言うけど。で、その時なんかアニメーションのイルミネーションもあったし、そのドア開けるなんかもう一回そのノトルダムの新しい時期みたいな、新しい世代のこれからっていう感じでをあったみたいですね。なんか来てた人の中では見てたけど、日本人来たかな、なんかどう見ても見つからなくて、多分来なかったかな、日本人のその国から、そのガバメントから。やっぱりガブそのダンっていうミュージシャンの中で、そのフランスの中でそのガウっていうをミュージシャンいて、ノットダムの歌をその歌ってた、めっちゃ人気あるのガウけど、今回はまだ歌って、でそのラ・マーセイエズも歌っていったみたいんで、ちょっと見たいね、それ。みんなにちょっとあれリンク入れるけど、歌 YouTube やるの入れられないと思うんですよ、当たると思う。ダンランもできないからガウじゃないけど、ね、いいね、ガオー。ちょっと待って、みんな。これね、見てほしい。これはみんな、見てほしいんだよ。ああ!これはみんな、いいんだよ。ガオーはちょっとなんか、鳥肌ちょっとなってしまった。俺、オランピックなんか覚えてるけど、オランピックの時のセリモニー、そのフランスで作ったは、ちょっとね、嫌だったんだよ。なんか全然フランスっぽいじゃなくて、なんかちょっと嫌なこと多かったけど、俺、ガオーがいいんだよ。ガオはなんかもうフランスって感じで、作るのためにじゃなくて、そのリノベーションできるためにその2000人以上かかったですよ、その5年間の中で。もうずっといろんな人を頑張ってもうやってて、そのグラスとか、木とか。言ってたら、そのやっぱりオルガナ、その8000パイプスは300年古いな、8000パイプスをあって、そのリノベーションすごく大変だったけど、もう頑張って。ちょっとずつちゃんとを直したんです。で、これからその、まあ、ナトルダムのその混んでないように新しいその予約システムを作っていくみたいって、まあ、言ってあって、これから多分カパよりをその入らないように、やっていく。で、その中ではやっぱりポップですね。そのポップ、ほうってルパップ、そうなん。まあ、一旦そのあれ無料、ナトルダムのアクセスはその無料になるようなためにのその話をなってるけど、まあ、そのでやっぱりそのフランスのそのオフィシャル、その管、まあ、管理してるその何人はそのお金、まあ、取らないとそのリノベーションとかもできないところになるんで、まあ、無料をしたくないという今ちょっと話中っぽいですね。京都の、ね、私は京都いるけど、その京都の大事な建物はたくさんあるんですね、もう京都特に。たくさん行って、で、ちゃんとリノベーションかけて、ちゃんとその綺麗の、まあ、そのもうキープしてるで、もうずっとジェネレーションとジェネレーションそのもう未来のためにをずっと残してるっていう、まあ、ノートルダムもそれ成功できて本当に良かったと思います。で、まあ、その宗教的に私もそこまではなくても、まあ、その文化をフランスの歴史の中で、そのフランスの文化の中ではそれも一つの大事なところと思うから、それはもう普通で良かったと思いますね。みんなどう思った、ノートルダム燃えた時で、今はどう思ってる、リノベーションできて成功して。行ったことある人たちはね、まあ、もう一回多分行きたいと思う。で、逆にその、まあ見たことない人たち、自分子供の時で、その学校で、一回ちょっとだけ行ったけど、ちゃんと見てなかった。で、大人になってから、まあ見てなくて、自分もその燃えた時、ノートダム燃えた時ですごい、ちょっと後悔した。その、やばい、もう行ったことないのに、もうなくなっちゃうっていう思ったでしょ。けど、リノベーションできて本当に良かったと思うんですけど、それ以上ですね。もう京都もそうけど、そのいろんな
まあ、建物いろんな大事なその歴史めっちゃ持ってるようなものたくさんあるけど、行ったことないところで、まあ、できるだけ早く見に行った方がいいかもなってちょっと思ったですね。やっぱりいつか何かなるか分かんないからね、なくなっちゃったらもう遅いし、大事なところで自分の目に自分のね感覚で見に行った、できるだけ見に行った方がいいですね。ね、ノートルダムはもう無理、もう終わったと思ったところけど、リノベーションできてすごいと思います。もう本当に人間とかそこら辺をできることを、まあ、たくさんある、まあ、お金めちゃくちゃかけたと思うんですね。あ、何パーセントだった忘れたけど、なんか 71% はそのフランス人からのドネーションだったっぽいですね。まあそうですね、そんなもんと思う。ここまで見てくれてみんなありがとうございます。で、また今度。オーバー。